はもっと明治時代からあったんですよ。あったんですね。まず論争があったのは、線路の幅、はい、後期、あと狭期っていうんですね、狭いやつ、どっちにするかの大喧嘩がありまして、その時からその画面を生かすということが始まる。要するに日本の鉄道の線路のサイズをどっちにしようかっていうの、はい、やっぱそれだけ鉄道というのがね、街を作っていくきっかけになるでしょうし、ましてや新幹線なんて言ったら、ね、これ大変なものだったんでしょうからね。それがオラが街に来るか来ないかは大騒ぎだったんでしょうから、当時の総理はもうちゃんとついてる。それでママは50歳だから月々2597円だしいいと思う。詳しいことは0120-2929に電話して資料請求してみて。 Magic